マカオの旗、現在の中華人民共和国マカオ特別行政区の区域は緑地に蓮の花が白く描かれたデザインで、苦章と大部分のデザイン要素を共有する。1999年のマカオ返還以前は、ポルトガルの国旗が使用されたが、独自の旗も作られ、特にマカオ半島を管轄したマカオ市政庁の旗が知られた。 マカオ特別行政区区章明るい緑地に白いハスの花と橋、海がデザインされ、その上に5つの黄色の五芒星が描かれている。蓮の花はマカオの象徴である。タイパ橋はマカオ半島と対岸のタイパ島を接続する橋で中国本土とのつながりを示している。5つの星は中華人民共和国の五成功旗から取られており、マカオが 中国の領土であるということを象徴する。ポルトガル統治時代は、ポルトガルの国旗が掲げられた。1935年9月14日、ポルトガル政府は、訓令第8098号を発布し、マカオ政庁に縦の形の紋章を使う権利を与えた。1967年の権利総案にはこの、紋章を用いたポルトガル統治下のマカオの旗が見られる。 旧マカオ市政庁舎の外壁、旗と大部分共通する紋章のレリーフが掲げられていた。現在は民政総所長者となり、マカオ特区の区章に置き換えられている。ポルトガル領時代、マカオにはマカオ半島を管轄するマカオ市政庁とタイパ島、コロアネ島を管轄する海島市政庁が置かれ、それぞれの市政庁の旗が定められた。 スポーツなどにおける国際的な場面では、マカオ市政庁の旗がよく使用された。1999年のマカオ返還式典の際には、マカオ市政庁の旗が、マカオ市政庁を代表する旗として採用された。特別行政区政府の発足後、これらは再編され廃止された。マカオ市政の旗は、青地の旗で、上部に冠のあるポルトガルの国章の盾を二人の天使が、 サポーターとして支える図案である。縦の株には、シダージドゥーノメデデウスでマカオ、ナンエイチ、オートラマイスリールというマカオ植民地の、ポルトガル語での正式名称をモットーとして配する。ありがとうございます。